どうも皆さん、ご苦労様です。私平井と申します。神奈川県から参りました。今紹介していただいたように、私原子力発電所20年間作ってまいりました。原子力発電所というと皆さんあんまり分かんないでしょ。なんか夢のようなことなんですよね。やはり一番最初この東海村で原子力発電所を日本で建設した時に私も参加しました。本当にね、夢のような話だったんですよね。それに自分が参加できるということがすごく嬉しかった。でそれから日本で原子力が動き出して30年になります。で今日本で50基原子力発電所が運転されております。でやはりこのエネルギー問題とかいろんな問題抱えて今日本がどういうふうになっていくのかということですよね。で私自身もある時期までははっきり申し上げて自信を持っておりました。原子力発電所について辞めたのが1988年です。これはこのお話の中でいろいろお話をしますが、皆さん方もご存知のように原子力発電所がひとたび事故を起こすとこれも取り返しがつかないんですよね。いわゆるチェルノブイリ、今年10年になります。スリーマイル島の事故、このように世界中巻き込んでしまう。一旦事故が起きるとじゃあ日本の原発はどうなのかというと日本の原子力発電所でもそれに匹敵するようなたびたび起こしてるんですよね。いわゆるそれでも地元、その原子力発電所がある地元の人は知ってるが、それ以外の人はあまり関心がないみたいなんですよね。この世界の三大原発事故というのがあるんです。これはチェルノブイリ、スリーマイル島、それから5年前関西電力の美浜原発事故というのをご存知ですか。この3つが世界の三大原発事故なんです。で今50基、まあ、正確には49基なんですよね。文字が今止まってるから49基の原発が年間で、公表されている事故、これ事故いう言葉を使うとね国はものすごい嫌がるんですよ。事故じゃないと言うんだけど、いわゆる事故、これが実際は270件から300件あるんです。ほとんど毎日のようにで公表されているのが去年の分を今年公表しているんですが、これだけでも47件、これ重大事故なんですよね。でその47件を普通の人がどれだけ知ってるかいうこと、ほとんど無関心ではないのかなと思うんですよね。で8月4日皆さん方ご存知でしょ。新潟県の牧町というところで住民投票を行った。私も去年から住民投票、その日もそれから7月からずっとあそこで地元の人と一緒に街宣をやって町民に訴えてきました。なぜあれだけ反対が多いかというのはやはり町民の皆さんが本当に勉強した。でこれは原発はダメだという結果があれなんですよね。でなぜそうか、やはり地元の人で推進賛成の人もいらっしゃいます。じゃあそういう人たちと反対の人たちが論戦しようとしても、推進と言われる人、これ何にも原子力発電所のことは勉強してないんです。いわゆる原発を誘致すると何百億円のお金がついてくる、それでもって町の活性化をやる、この話しか出てこない。で私も8月4日の投票日、それから次の日まだ新潟にいました。で東京発のこのテレビの
番組なんか見てると、東京でやはり評論家の人とか大学の先生なんかが、あの地域のエゴだと、原発反対いうのは、それからいわゆるその何にもわからないで先導されて反対票を入れたとかいうようなことを耳にしました。そうじゃないんですよね。地域の人たちで原発反対の票を入れた人は、ほとんどの人がね、2時間3時間原発論争ができるぐらい勉強してる。何も巻き巻きの人たちが地域のエゴで反対をしたんじゃないんですよね。このお話の中でいろいろお話をしております、していきますが、あの原子力発電所が今稼働しているところ、皆さん方ずっと地図で思い浮かべて見ていただければ分かるように、いわゆる都市部、都市の人たちへ電気を供給するために作る原発なんですよね。だから地元の人が使う電気じゃないんですよ。東京あたりで使う電気を新潟で作って、でそれを皆さんが嫌がるということで、莫大なお金をね、電源散歩交付金というお金をつけて建設をすると。でやはりそのなぜ原子力発電所をみんなそれだけ 嫌なのかと、さまざまな問題があるんですよ。というのは、皆さんご存知のように、新聞ね、よく気をつけて見ていただければ分かるように、ほとんどね、毎日ぐらい事故故障が載ってるんですよね。特にここ10年ぐらいその事故や故障がもう絶えなくなってしまったんです。それはなぜかいうと、これは私も辞める3、4年前からとにかくもうこれは困ったことだなあいうのは、今原子力発電所に関わってる工事をやってる人ですね、ここに昔でいう職人、技能技術者いう言葉使いますが、私は昔から言う職人、職人という人がもうほとんどいないんですよ。ほとんどいません。全体の 98% ぐらいはもう全くの素人の人があの工事をやってるんですよね。で原子力いうとね、非常にその高度な技術を持って作られてると錯覚をしてる人が多いんですよね。原子力いうだけで、私ももともとは石油プラント、化学プラントの監督をしておりました。で、そういうところから比べると、今でもやはり10年から15年は遅れたやり方で原子力発電所の工事を行っているんです。で、その事故が絶えなくなったというのは、いわゆるその工場で前もってプレハブある程度組み立てて持ってくる、で現場で積み木こうして、やる方法、これを取り入れたんですよね。でそのいわゆるマニュアル、マニュアルいうものが出来上がってきたんですよね。昔はその現場で経験豊富な職人さんが合わなきゃ合うように自分で加工してやってた、それがもういわゆるブロック積み木を持ってきて現場でやる、でそのマニュアル、その自体が間違ったマニュアルなんです。私は高校しか出ておりません。それからずっと現場一筋なんですよね。でそのマニュアルができた時に、こういうマニュアルでは事故が起きるぞと言うんですよね。でもこのマニュアルいうのは国の役人が作ったものなんです。コンピューターで割り出したとか、これはどうとかいう、いわゆるその机の上だけで作ったものだから、とてもじゃないがその通りに作ってしまうと絶対に事故が起きるんですよ。でもそのマニュアルを変えろと言っても、もう皆さん方ご存知のように、いわゆる官僚というのは一回決めたことはね、絶対に変えないんですよ。たとえ事故が起きようが人が死のうが、これを変えない。それからとにかくもう事故が絶えなくなってしまった。でそれを見て、ある程度職人さんという腕のいい人もいたんですよ。でもやり方がもうまるっきり違うんですよね。素人が作ったマニュアルだから。でもその通りにやらなきゃダメ。そうすると
いわゆる職人さん、腕のいい人というのはそういうふうなものを自分ではやってられねえというので、だん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 現場離れていってしまう。つい2週間ぐらい前にも新聞へ出てたでしょ。新潟の6号機、東京電力新潟原あの刈羽原発の6号機、定期工事いうのがあるんですよね。1年に1回必ず行う。これがいわゆるその暦通りにいかないと先送りにするいうのが出てたでしょ。いわゆるその熟練工がいなくなってしまったと。で、定期工事いうのはこの電気をあまり使わない時期に行うんですよね。だそこへラップしてくるんですよ、だんだん。が10年以上前はある程度の職人さんがいたからそれできてたんですが、今はそれがいないからもうできなくなってしまう。で、いわゆるそういうふうに素人の人が原子力発電所をほとんど動かしてるんですか、あの工事をやってる。だからこの危険を知らないのね。こういうやり方をやったら溶接が飛んでしまうぞとか、いろんなことがわからないまんまやってる。で、私が阪神大地震がこの前ありました。あの次の日にやはり私神戸行きました。で、そこで一番最初まず感じたのが、高速道路がひっくり返ってる、それから新幹線の橋桁がどうやらなってる、ビルはひっくり返ってる、全くこれはね、原子力発電所の現場と一緒だなというのをが気がついたんですよね。なぜなら、これは言い方は悪いかもしれません、働いてる人いうのは、あそこでコンクリート流したりね、何やらしてる人も出稼ぎの人で、原子力発電所で仕事を今されてる人もいわゆる出稼ぎの人なんです。だからコンクリートの橋桁の中に、コンパネね、ベニヤ板が入ってて、見たりジュースの空き缶、溶接はくっついてない。設計した人はね、ジュースの空き缶なんかがそこへ入るとはもうまさか思ってないんですよ。そういうふうな要因でああいうふうな事故が起きたのもあるんですよね。やはりこの原子力発電所でもそういうふうな事故がね、たびたび今まで起きちゃってるんです。どういうことかいうと、原子炉の中へ道具や工具を落とす。この前一番びっくりしたのが東京電力福島原発で、針金ね、足場のくくる針金のこんな長いの、これが原子炉の中にあったんですよね。